ネットイースゲームズ。はい、皆さんこんにちは。とある魔術のインデックスで上条東馬役をやらせていただいております阿部敦史です。不幸だ。皆さんこんにちは。とある魔術のインデックス、インデックス役の井口優香です。東馬、これで何度目か数えてみるといいかも。ニーハオ。皆さんこんにちは。とある魔術のインデックスのスマホゲームで白井黒子役をやらせていただきました新井さとみです。お姉さま。こう順々に物語を撮らせていただいたんですけれども、アニメ版にはでは放送してないお話まで収録しましたので、そこはもうちょっとなんか、まあ、新たな気持ちでというかすごく新鮮な感じでしたね。これもきっとなんかいつかアニメとかにすることができたらこういう感じで、やっていくのかななんてちょっと想像しながら、収録してました。そうですね、もうオンエアが終わったのがだいぶ前大変なことだ。そうですね、その当時より今の方がこう、なんだろうな、仲間としての絆が強い気がしますね。今回のゲーム収録は、みんなそれぞれ別の日に収録をしてるんですけれども、こう、なんていうか、相手の声が聞こえてくるぐらいまで、あ、我々の絆は今もすごく強いんだなっていうのをね、すごく実感しましたね。気持ち的には大きな違いというものはこうなかったというか、ただインデックスを演じるのがすごく久しぶりだったので、また演じることができて嬉しかったなという気持ちです。あとは、今回このテレビシリーズでは描ききれていない部分をこのアプリで、見ることができる、体験できるので、そこがだいぶ大きなポイントかなと思いながら演じさせていただきました。これね、まあ、結構いろんな取材で言われたりするんですけれども、まあ、なんせこう非常に、まあ、男性キャラも魅力的なキャラ多いですけれども、女性キャラもやっぱこうすごい可愛いのから、セクシーなお姉さんまですごい幅広く揃ってますので、私は風切氷花って言います。あなたは？ああ、上条東馬。まあ、女性キャラで言いますと、僕はそうですね、前から言ってるんですけど、オルソラ・アキナスさんがすごく好きです。おっとりお姉さんが最高だと思います。一番好きなは、二人います。インデックスとトーマ、やっぱり私的には外せない二人かなと思うので、インデックスはもう私が10代の時から演じている大事な大事な存在でありキャラクターなので、もう可愛くて仕方がないですし、初めはなんかトーマってミコトだったり、いろんなキャラクターたちとこういろんなこう出会いがあって、なかなかお家帰ってこなかったりするから、なんか心配になるし、お腹すくし、トーマってなってたけど、演じていくにつれてどんどんやっぱトーマの頑張りとかすごいかっこいいなと思って、愛おしい存在になっていったので、トーマも好きです。あとスフィンクスも好きです。めっちゃ上がっちゃった。お姉さまと言いたいところなんですけど、お姉さまはもうね、別格です。アクセラレーターが好き。ちょっとね、アクセラレーターのあのしましまの洋服が好きです。あとなんだろうな、岡本くんのあのお芝居が好きかな。そうですね、まあ、なんか言うとしたらそうかな。おーい、インデックス、俺たちのゲームが出たんだってよ、一緒に遊ぼうぜっていう感じですかね、この辺で。許してください。おー、なんて言おうかな。そうだな、じゃあ行くぞ。とある魔
術のインデックススマホゲームリリースおめでとうございますですの。あんまり普段と声が変わらない。私もまた白井クロ子の役ができてとっても嬉しく思っております。そしてたくさんの方にたくさん遊んでいただけたらこんなに嬉しいことはありませんの。でもこれだけは言っておきますが、お姉さまは私のものですから。お姉さまか、私以外の子に頼み事だなんて。許せませぬ。こうなったらテレポートで今すぐ学生寮に。ねえ、お腹いっぱいご飯を食べさせてくれると嬉しいな。くそ、俺が必ず誰もが笑って誰もが幸福な結末を探し出してみせるから。ほら行くわよ。歯を食いしばれよ最強。俺の最弱はちっとばっか響くぞ。これみんななんか持ってるらしいということなので、気に入ってもらえたら非常に嬉しいですね。どうやらこのゲームはやっぱりガチャがあるということなんで、僕も結構ガチャ引くので皆さんに僕の運気を分けたいと思います。強いやつが出ないなんて、まずはその幻想をぶち殺す。本当にこの度中国の皆さんに楽しんでいただけるゲームが配信することができて本当に本当に嬉しく思っています。これも一重にずっとインデックスを応援してくださっている皆さんがいてくださるからなので、本当に本当にありがとうございます。ぜひぜひ何度も何度もプレイして、ガチャとかも引いて、ぜひ、物語をねがっつり余すことなく楽しんでいただけたらなと思います。学園都市で私白井クロ子がいれば心の正義が守られます。皆さんの好きなキャラが当たりますように。私お姉様の力になりたい。